ガールジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、深澤みのりです。この度は私は初のスタイルブック、ドールクラシカを発売いたしまして、その内容をちょっとお話ししようかなと思います。このドールクラシカというか、そのブックは、私のロリータスタイルだったり、ボーイズスタイル、カジュアルスタイルといろいろな私が楽しめる、あとですね、その生い立ちやら、4コマ漫画やら、いろいろ入っています。なんかもう詰め込まれすぎて、ちょっと読むと疲れちゃう一冊なんですけれども、ぜひぜひご興味ある方はお手に取っていただけると幸いです。とですね、今日はそんなドールクラシカをお買い上げいただいた方の中から抽選で何名かお招きしてお茶会を、秘密のお茶会をいただきました。その様子をぜひご覧になってください。どうぞ。飲み物とクリームを食べながら始めましょう。お願いします。どうしよう、何しようね。なんかね、全然みんなの、今日お土産を持ってきてなくて、でも二人一人に当たるようにプレゼントがいいです。だからみんな別々のものを持って帰るか被るかっていう。じゃあ最初の質問いきます。みどりちゃんはディズニーランドとディズニーシーどっちによく行きますか？好きなアトラクションやキャラクターを教えてください。そうですね、私はディズニー、いやーでもできたのが早いからやっぱりランドにちっちゃい頃からよく行ってたんですけど、最近はシーがお気に入りで、あのシーの航空機や、そう、くるくる回る、ひたすらなんかねよくわかんないところ、水上をくるくる回る乗り物がすごい好きで、Cだと。緑色で、一回だけ両方した、メイクページで着ていたパジャマ。でも、その時しか着てないから汚れてないと。ここのオリジナルメニューとして出すカタラーナを今日タルとかカタラーナで選んでもらったんですけど、多分美味しいと思うので、なんか何回も試作品をここで作っていただいて、何回も食べに来てちょっとまだ硬いなのでちょっと自信作なので、もう着いた方からお手元にいた方から食べてみてください。これはですね、星黒リータバイブルで私とアキラちゃんが表紙を飾った時のさ、懐かしいやつ。みどちゃんね、みどり本の一番見てほしいところはどこですか？見てほしいところは、私の小さい頃の写真のブサイクさでみんなに可愛い可愛いって言われて育ったの。でもなんか編集さんに小さい頃の写真使うから持ってきてって言われて、持っていったらはって言われてやばくないって言われて、なんかみんなにこれは勇気を与えるねって言われて、最初何を言ってんのかさっぱり分からなくてけなされてるって分からなくてあーはーありがとうございますって言ってそしたらだいぶ私の小さい頃ってやばいんだって最近気づいた。やっぱりじゃあまず第1問、私の朝食は何でしょう？今日の朝食は何でしょう？おー、そんなにメルヘンではない、ジビービーンズではない、パン、パンのノーパン、うん、ミックスジュースじゃない、時計も。ヒント、ブログ。そう、クボク、クボクに何かをインします。米、米、はい、正解。おクボクの増水でした。はい、はい、シェフ、おめでとうございます。はい、
かわいいガールジャパン。